Hang out with Harry! How are you guys doing? 皆さんに知っていただきたいイギリス英語。今回はですね、もう毎日必ず聞くあの言葉、Lovely。この Lovely に関して皆さんにいろいろと伝えていきたいです。Are you ready? Here we go then! So, Lovely. 皆さん、Lovely、ラブリーって聞くと、どういうイメージがあります？ラブリーなんかちょっと可愛い感じ、うん、ラブに溢れてるっていう、もちろんラブには溢れてはいるんですけれども、どちらかというと優しさに溢れている、まあ、おもてなしの言葉っていう風に、感じてくれたら嬉しいですね。うん、ラブリーイコール、まあ、いいねとか、それくらいカジュアルな言葉なんですよ。例えば外を歩きながら、すんごい天気がいい。ああ、What a lovely day。うん。別にそれ可愛らしいっていう意味じゃなく、単純になんて素敵な一日なんだろう、素敵な天気だなとか言えます。あと、例えばね。Hey, how was dinner last night? ね、昨晩のディナーどうだった ?Oh, it was lovely, mate. Delicious.It was lovely. なんて可愛かったのか。No, no, no, no. 最高なディナーだった。で、その後 delicious でね、めちゃくちゃ美味しいっていうのが入ってくる可能性もあるんですけど、その lovely だけでももちろん成立します。で、スポーツの世界でも使えるこの lovely。例えばサッカーで、Oh, what a lovely pass by Partey! パーティー選手によるなんて素晴らしいパスだったのか。素晴らしいっていう言葉、うん、それに対しても lovely ってね、使うことができたりとかするんですよね。うん、一番僕ロンドンで lovely っていう言葉聞いたのが、意外とタクシーの運転手さんで、ティップ制だったので、例えば3ポンド80だったとするじゃないですか。そこで5ポンド渡して、それ、あ、keep the change って、うん、お釣りは大丈夫ですよって、これまあ一つのマナーなんですけれども、そういう時に、あ、that's lovely of you とか、lovely とかね、僕は可愛いわけではないです。単純にとても嬉しい時に、嬉しい時に使える、ちょっとテンション上がった時の、あ、嬉しいな、ありがとうって意味でも lovely も使えますし、それいいねっていう時の lovely も言えますし、lovely と本当いろんな形で日常に現れてきたりとかするんでね、ぜひともちゃんと把握してほしいです。などなど、異常にイギリス生活の毎日に現れてくるのがこの lovely なんですよ。ちなみにちょっとね、中級編に行くと、lovely だけではなく、Oh, lovely jubbly! Lovely jubbly ってどんな意味なのか、最高、fantastic, amazing, marvelous! うん、とても嬉しい時にね、使う言葉なんですよ。で、jubbly っていうのは実はもともと1950年代ぐらいにものすごく流行った、フローズンオレンジジュース、うん、ちょっとかき氷みたいなよね、そういうスナックが昔あったりとかしたんですよ、デザート的な、うん、でその CM 1950年代に Lovely Jubbly っていうキャッチフレーズが、流行語大賞みたいなようになって、でそれを1990年代に入って Only Fool and Horses っていう有名なコメディ番組があるんですけれども、そこでまたぶり返して、で国民浸透するっていう。なのでもしイギリス人の友達がいたらね、Lovely Jubbly って言ったり、あと、昨日どんな一日だったとか、昨日のさディナーどうだったかなと聞かれた時に Lovely Jubbly って言っていただくと、一笑い必ずゲットできます。はい、保証しますよ。もし一笑いゲットできなかったら杉山のせいにしてください。全力でクレームね、このコメント欄にね、バシ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 書いても全然 OK なので。 OK、 Lovely、 そして Lovely Jubbly ね、いろいろ分かったと思うんですけども、それ以外に Love っていう表現、これはシンプルに愛ということではなく、自分が親しみを込めてのまたもう一つのおもてなし、パワーワードでもあったりします。スーパーに行きます。スーパーで、おばちゃんが、はい、ありがとうねっていうタイミングで Thanks love、 Thanks love って、ありがとう love、 それはあなたに対して別にね、恋心があるというわけではなく、単純になんていうのかな、うん、あなたありがとうねっていう、うん、そのもてなす言葉なんですよね。 Thanks だけではなく
Thank you でもなく Thanks love っていうと非常にカジュアルでハートウォーミングでなんかちょっとしたあったかいハグを得られるような言葉なんで、もしおじいちゃんおばあちゃんから言われたら、まあ、そういう意味であるってことは分かってください。でちなみに僕はよっぽど仲いい友達だったら言えます。うん、例えばシェリーに対してだったら絶対言える Thanks love とか Thanks hun ってね、ハニーのね略で HUN とか言えたりするんですけども、なんかそこまで知らない人に対して、しかも自分の目上の人に対して言うとおい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 、なんでそんなに距離を近づけてきたのかちょっと謎になってしまうので、うん、ただ言われた時にはあったかい言葉だなっていうことを分かってほしいです。さあそれでは皆さん、終わる前に今日一つだけタスクがあります。下のコメント欄によかったら皆さんこの lovely っていう言葉を使ってほしいんですよね。うん、どんなシナリオを思い浮かべるのかちょっと楽しみにしたいと思います。これちょっと僕からの宿題です。だから例えば分かりませんけれども、普通に紅茶飲んでる時に、うん、The tea is so lovely とか、oh, The coffee is beautiful, it's lovely とか、そんなシンプルなねセンテンスも大丈夫なんですよ。ちょっとね考えて、下に書いていただきますので、僕そこは返信しますので、これは正しいですよとか、これはちょっとねやめといた方がいいかなっていうのをね、私ハリー杉山ですね、ダイレクトに皆さんとコミュニケーション取っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。 That would be lovely. Take care.